北陸学院大学は、石川県金沢市三津寺町一11番地に、本部を置く日本の私立大学である。2008年に設置された、大学の略称はミッション。校舎外館1883年に、アメリカ人宣教師メリー・ケイ・ヘッセルにより、聖書に基づく教育を4名の女子生徒に授けた、ことが起源とし2008年に開学。 キリスト教に基づいた教育を行っているミッションスクールである。神を恐れ、国を思い、人を愛する、生かされている自分を生かす頭を鍛え、体を強くし、心を磨く北陸学院創立記念礼拝や特別伝統礼拝のほかキリスト教に係る主な教育活動として以下のものがある。北陸学院大学は1883年に アメリカ人宣教師メリー・ケイ・ヘッセルにより、聖書に基づく教育を4名の女子生徒に授けたことを期限とし2008年に開学した。学部短期大学部付属機関18以上のクラブが活動している。学園祭は栄光祭と呼ばれ、概ね10月下旬に行われている。毎年、体育館にて一組のアーティストを招いたコンサートを行っており、前の 北短祭り時代のアーティストには、高田久美や福山雅春などが登場している。また、第1回、栄光祭には、メガルが登場した。金沢駅、東口バスターミナル10番乗り場より、北陸鉄道グループバス、北陸学院大学行にて、北陸学院大学前下車。乗車時間は、約35分。ありがとうございます。